はい、皆様大変お待たせいたしました。これより GX×Olts 共催 AI 議事録ビジネス活用ウェビナーについて始めさせていただきます。本日司会を務めさせていただきます加藤です。皆様本日はよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日のウェビナーでは Zoom のチャット機能でご質問やご感想などをどんどん受け付けております。こちらの Zoom のチャット機能が正常に使えるか確認させていただきたいため、皆様画面下の方の Zoom のチャットといったところからこんにちはと入れてみていただけますでしょうか。あ、早速ありがとうございます。はい、こちら使えること確認できましたので、本日こちらよりですね、ご質問だったりとかご感想を受け付けております。それでは皆様よろしくお願いいたします。はい、本編を開始させていただく前に1点だけご案内をさせていただきます。失礼します。はい、こちらですね、本日ご紹介させていただきます AI 議事録のお打ち合わせ日程調整の URL ですね、こちら Zoom のチャットの方に皆様にお送りさせていただきました。こちらご確認いただきまして、こちら個別のお打ち合わせだったりとかデモのご要望に関しましては、こちらの URL 日程調整の方をお願いいたします。はい、それではご案内以上となります。それではですね、早速本編の方に入らせていただければと思います。オルツの富澤さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではですね、早速ご紹介の方させていただきたいと思います。株式会社オルツ事業企画部の富澤と申します。よろしくお願いいたします。最初にですね、株式会社オルツ弊社のですね、ちょっと紹介をですねさせていただきたいと思います。まずですね、私たち AI 議事録という、議事録のツールを扱っておりますが、実はですね、メインの研究開発していることがございます。それがこちらのデジタルクローンなんですね。デジタルクローンとは、個人の意思をデジタル上に再現するといったようなクローンになりますね。こういったものをメインで研究開発しております。そして今期でですね、2014年に設立して今期で7期目に入りますが、技術実績といたしましては、世界最高精度の日本語対話エンジンを保有していたり、世界最難関 AI 学会 ACL コリングで論文が採択されたり、また言語処理分野では研究の世界評価日本第7位といったような実績を持っております。そしてですね、オルツでは国内外のアカデミアの専門分野のトップの方たち、また天才たちのですね、取り込みに積極的でございます。人工知能のほか、分散コンピューティングの専門家など、デジタルクローン生成の研究者で構成されております。ではですね、こちらで一度デジタルクローンについて一体どんなものなのか、ぜひ皆さんにご覧いただきたく、3分ほどですね、動画の方をご覧いただきたいと思います。こちらどうぞ。Who is it? It's John. Let's have coffee. Observing.I'm Ellen's personalized AI. In order to start using Alts, you have to connect it to your account on Facebook, Twitter, or some other SNS. Start learning. Alts reconstructs a personality like yours by learning about you through your digital information, such as email. Learning complete. Once Alts has learned enough about you to imitate your personality, it can start working like you do.Good morning, Ellen. Hey, can you send me that document again? Of course, I'll send it immediately. Thank you. You really saved me. You'll be able to ask Alts to do tasks like this for you someday. Here's your coffee. Plus, I'm a bit hungry. Can you make some breakfast? Sure. Thank you.Oh yeah, I meant to tell you, I want Kevin in on today's meeting too. Can you check his schedule?
Good morning, you too. John, what time does the meeting start? Oh, you're up already? That's a surprise. The meeting starts at 1 p.m. I drank too much last night. Feeling awful today, but I should be okay by 1 p.m. Alts can communicate with each other, and by learning about your relationships with others, your alts get smarter. Alts potential is infinite. For example, you can use alts for customer support or as a textbook. Someday you might even be able to use to talk with your grandmother up in heaven. Alts continues to learn about you, and eventually it will be able to make decisions just as you would. Your body may no longer exist someday, but alts will link your thoughts to the future. Listen, we've got a serious situation. I forgot to send the document to the client. Can you send it to them right away? Sure things. はい、ありがとうございました。今映像にありました技術はすでに再現されております。そしてこのデジタルクローンを生成するための開発プラットフォームがこちらに記載あります、オルツクローンモデリングエンジンとなりますね。でオルツの AI ソリューション、各種ございますが、このオルツクローンモデリングエンジンの完成が、基盤となっております。それではですね、早速その AI ソリューション群の中の一つ、AI 議事録について本日はご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、AI 議事録の概要を説明して、その後、しっかりですね、デモンストレーションの方で皆様にご覧いただきたいと思います。まず AI 議事録ですが、日本初 SaaS& サブスク型の AI 議事録サービスとなっております。従いまして、システム導入が一切いらないと。そして、PC またはですね、モバイルさえあればご利用いただけます。さらに多言語に対応しておりまして、現在35カ国語に対応しておりますが、グローバルな使い方も行っていただけます。そしてご導入企業様ですね、一覧となりますが、現在まあ2年弱リリースしてなりますが、2000社を突破し、もうすぐ3000社の、企業様にご導入いただいております。そしてユーザー数はですね、2万名を超えておると。こういったですね、国内の最大規模の AI ソリューションとなっております。そして議事録サービスにおきましては、おかげさまでこちら3冠を達成いたしました。またメディアの掲載ですね、日本経済新聞社様をはじめ各種、新聞社様やテレビ報道でよく取材をいただいております。そして冒頭で、翻訳が可能だと多言語に対応していると申し上げましたが、こちらですね、35カ国語に対応しております。発話言語も選んでいただけますし、翻訳言語もですね、こちらの35カ国語から選んでいただけると。また各種ウェブ会議ツール皆様お使いだと思いますけれども、動作確認済みということでこちら、ご確認ください。Zoom さん、それから Google Hangouts、WebEX、Skype、Teams ですね。で中でも Zoom に関しましては、Zoom 連携を行っておりますので、AI 議事録の中からですね、Zoom 連携ボタンをオンにしていただくと、Zoom 上で AI 議事録で収録した内容が字幕表示されると。こういった使い方も可能となっております。そして特徴的であります、業種別の音声認識エンジンというのがございます。これはですね、各業種の専門用語に対応しているエンジンとなっておりますので、例えばこの金融ですね。こちらの金融を選択していただけると、株価の半島という言葉、通常のエンジンですと半分の島と表示されるところを最初からこの株価の半島というふうに正確に表示することが可能となっております。そして現在ですね、この対応業種ですが、教育、金融、保険、医療、製薬、弁護士、科学、自治体、国会、COVID といったようにですね、順次こうどんどん増やしていっておりますね。はい。次にご利用環境でございますが、こちら A から D までに対応していると。中でも A はですね、こちらは会議室で皆さんお集まりになっております。お打ち合わせされる場合、こういった場合も対応できますし、B パターンですね。これは先ほどのウェブ会議ツールを使ったリモートでの打ち合わせや会議、こういった場合ももちろん対応できると。そして最近多いのがですね、
この A と B の複合型ですね、 A のこう会議室に何名か集まっていらっしゃるところにリモートで複数名参加してくると、こういったケースが一番多いスタイルになっておりますが、このケースもですねもちろん対応できると。はい。そしてまあ C はリモートでイヤホンしてる人してない人が混在している場合ですとか、あとは D パターンは東京大阪などのこの複数拠点で打ち合わせを結んで、ミーティングされる場合、こういった場合もですね対応可能ですね。そしてこちら技術的優位性というところで、技術的な点でどういったポイントがあるのかと、これはですね冒頭でも、お伝えしましたデジタルクローンをやっぱり作っているということで、パーソナライズ人工知能モデルというのを持っているんですね。それによりまして、3つのパーソナライズを実現していると。まず1点目がこちらの文章のパーソナライズですね。これは人名や社名といった固有名詞を、辞書登録をしておいていただくと、人工知能が自動学習して、で、社名や人名をこういった個別に正確に表示させていくということが可能となっております。そして2点目の話者特定のパーソナライズ、これは話し手が誰かということをですね、 AI 議事録の場合ですね声を判断して人工知能が特定していってくると。そしてこちらの精度ですが、最大で 93.3% 以上の精度、またノイジーなですね少し環境であっても、76.5% 以上の精度で、話者特定ができると、こういった最先端モデルをご利用いただけます。そして3点目が機械学習用のパーソナライズということで、これはですね議事録を収録中にリアルタイムでどんどん修正していっていただくことが可能なんですが、この修正データをどんどん蓄積していきまして、それを人工知能が学習していってくれると、従いまして使えば使うほど精度が良くなっていくといった特徴がございます。この3点が技術的な点での優位性になりますね。それでは気になる料金プランについてご案内させていただきます。法人様ですと、こちらのビジネスプランかプレミアムプランとなりまして、ビジネスプランですと月額 29,800 円で、小規模チーム10名からスタートしていただけると。で、こちらのプレミアムプランは、月額20万円で大規模チーム、100名単位でスタートできて、ご利用いただけると。こういった2つのプランがございます。で、その内訳、ですが、まずこちらですね、議事録の収録時間。これは、音声認識エンジン、通常エンジンというのを使って収録する場合、この議事録収録時間、ビジネスプランだと月間100時間に対して、プレミアムは1000時間使えると。で、連続録音時間は両方とも180分ですね。またこちらちょっと注目していただきたいのが、高精度音声認識エンジンというのがございます。これはですね、AI 議事録の特徴でございますが、通常のエンジン以外に独自のこの高精度エンジンがあると。これはその名の通りですね、文字起こしを高精度に行っていただけるエンジンなんですが、こちらがビジネスプランですと1000分、プレミアムは1万分ついてくると。こういった、形になっています。で、この高精度音声エンジンでは、普通のこの議事録リアルタイムに収録するという他にですね、このインポート機能というのがありまして、あらかじめ取っておいた音声データをインポートして AI 議事録に文字起こしさせる、こういったこともこの高精度で可能ですし、あとは先ほどお伝えした業種別の音声認識エンジン、これも高精度エンジンでカウントされると。そしてですね、こちら対応ブラウザがございますが、Chrome、Safari、Edge、Firefox に対応していますと。ただですね、Chrome に関しては、この通常エンジンの、こちら100時間と、高精度エンジンのこちら1000分、こちらプレミアムもですね、両方使っていただけるんですが、Safari、Edge、Firefox、これ、そしてスマホやタブレットに関しては、この高精度音声認識エンジンでご利用いただけると。こういった仕様になっております。そして次にですね、こちらの各種機能に関しましては、次にご覧いただくデモンストレーションでしっかりご案内をさせていただきたいと思います。では、プランの補足ですね。ビジネスプランは 29,800 円で、もうすでにこれで10アカウント含まれていると。そしてプレミアムプランは月額20万円で100アカウント含まれていますね。そして両方ともですね、両プランともアカウントはどんどん追加していっていただけますので、10名、100名、どんどん追加していけると、1アカウントあたり月額1000円ですね。
お客様の方で追加していっていただけると。そしてプランの特徴でございますが、両方ともこの法人単位で、法人様単位でご登録いただけて、メンバーのご利用状況を確認いただけるアナリティクス機能があったり、まあ、IP 制限を行っていただけたり、支払いですね、これもカードか請求書払いでご選択いただけると、こういった機能がございます。またご利用心例でございますが、社内の会議はもちろん、リモートワーク時のお打ち合わせ、それから、インタビューなどのですね、このあらかじめ取っておいた音声データを文字起こしするですとか、海外拠点のメンバーで、まあ、同時翻訳をしながら、多言語で打ち合わせをする、こういったご利用が可能となっております。はい、ありがとうございます。それではですね、早速 AI 議事録のデモンストレーションを実際にご覧いただきたいと思います。ではですね、今、はい、画面を切り替えておりますが、こちらでございますね。こちらが AI 議事録のホーム画面になります。それではですね、早速文字起こし、どのような感じでできるのかというのをご覧いただきたいと思います。スタートは簡単で、ここにあるマイクボタンを押していただきます。はい、それではですね、AI 議事録の、文字起こしの状況をですね、皆様にご覧いただきたいと思います。今私がこの話していく言葉をですね、もうどんどん文字起こししていっていきます、いっていますね。これをご確認いただけると思います。で、今ですね、こちらに映っている認識エンジンというのがありまして、これ今高精度というのを選択しております。で、このエンジンはですね、収録開始前に設定していただきますね。で、途中で変更はできません。はい。このような形でですね、どんどん文字起こしをしていけると。さらにですね、翻訳機能がこちらにございますので、発話言語、ここから選んでいただけたり、あとは翻訳機能ですね。翻訳したい言語、こちらの方から選択していただけます。今回は英語と中国語を、選択したいと思います。そうしますと、今日本語で話したこの文字起こしの隣にですね、右側の方に、同時翻訳されていくというのをご確認いただけるかと思います。そしてですね、まあ、リアルタイムでこうどんどん文字起こしをしていきますが、同時に修正ができるんですね。例えば、もうここはちょっといらないなというのを削除していただいたりですとか、ここもですね。はい。このような形でリアルタイムでどんどん修正をしていくことが可能となっております。これはですね、そのセンテンスを選択して、まあ、ダブルクリックしていただくと修正の画面になりますね。はい。そしてですね、辞書機能というのがありますので、まあ、精度高く文字起こしをしていただく、まあ、コツの一つになりますが、辞書機能をまあしっかり使っていただくと、これがAI 議事録の場合ですね、アカウントごとに辞書が持てますので、よく使われる人名や、社名や固有名詞といったものですね、これを登録してください。例えばですね、例えばこの AI 議事録という、商品名ですね、がありますが、今 AI 議事録というと、このような形で表示されてますね。これは正式名称ではないので、もうこの場で辞書登録をしてしまうと。ここですね。全部この、英語で AI 議事録と。で、読み方ですね。26。そして、追加ボタンを押していただくと、はい。これで今、辞書登録がされましたね。で、この辞書登録のいいところは、もうすぐに、表示を変えてくれるというところになるので、
AI 議事録を今辞書登録しましたけれども、辞書機能がすぐ作動してくれると。今ここですね、AI 議事録というのがありますが、はい、このような形でですね、今変換してくれましたね。こちらも今 AI 議事録というのにもう自動でこのような形でですね、変換していってくれてますね。はい。で、ちょっと細かいところなんですけれども、この辞書機能で今緑色と青色の文字で反転しているところがあると思うんですが、緑色は完全一致で辞書機能が働きましたよというところですね。で、青色はですね、この AI 議事録っぽいものはすべてこの AI 議事録にしますよと、こういった機能も使っていただけます。これがですね、こちらの辞書機能にございまして、エグザクトマッチング、オートトランスリテレーション、タイムディケイファクターというこの3つですね。このエグザクトマッチングがまあ完全一致、オートトランスリテレーションというのがこの青色の部分、この AI 議事録っぽいものは AI 議事録と表示しますという機能ですね。これをオンにしていただけるといいかなと思います。タイムディケイファクターは新しい、新規登録されたものから、機能を反映させますよというものですね。はい。ですので、ぜひこの3つをオンにしておいていただけると、辞書機能をより幅広くですね、ご利用いただけると思います。そしてですね、会議の途中、雑談に切り替わったりですとか、ちょっと休憩を挟む場合があると思うんですが、そういった場合は、この一時停止ボタンを押していただくと停止をすると。そしてですね、終了する場合は、このエンドミーティングボタンですね。こちらを押してください。するとですね、このエンドミーティングボタン、押すとサーバーの方に、保存されます、議事録がですね。で、今、保存後の画面ですが、こちらがこの保存後の画面になります。もちろんですね、収録保存後の画面もダブルクリックしていただければ、センテンス単位で、修正が可能と。はい。そして、このような形で、すぐにですね、共有を行っていただくことも可能です。この画面自体を、共有したい方の E メールアドレスを、こちらに入力して、で、閲覧か編集かの権限をですね、つけながらもう即時に共有するといったことも可能ですし、このリンクですね、リンクが生成されるので、これをコピーして、チャットやメールなどですぐに共有していただく、こういった使い方もできますね。そしてですね、インポート機能というのもございまして、これはあらかじめ取っておいた音声データ、これを AI 議事録に後からアップロードして文字起こしさせるというもの。これも、本日ちょっとご覧いただきたいなと思います。この音声データのファイルですね、これを選択してインポートから。で、開くを押していただくと、今、インポート中となっておりますが、はい。AI 議事録の方が今、にインポートされていると。はい。そうするとですね、先ほどの営業報告という音声データでございましたが、これが今、パーソナライズ中というステータスに変わってますね。はい。今、読み込んでおります。ちょっとクリックしてみますね。はい。すると、はい、今読み込みが完了して、ちょっとですね、時間の都合上長いファイルは時間かかってしまうので、このワンセンテンスのですね、ものを用意しました。で、今これが文字起こしされていると。で、これちょっと読み上げてみますね。この再生ボタンを押すと音声データもそのまま聞けます。それでは営業会議を始めたいと思います。本日の参加者は山田さん、田中さん、鈴木さん、富澤の4名です。それでは田中さん、本日は、売上の報告をまずお願いいたします。はい、このような形でですね、音声データが、文字起こしされましたね。そしてこの4名というところが、なんかこのひらがなだな、数字にしたいなという場合は、もうこの場で修正していただくことが可能ですね。はい。そしてまたこれをですね、音声をダウンロードまたできたりですとか、テキストをダウンロードもできますね。で、先ほどちょっとご覧いただけなかったんですけれども、収録後の画面からですね、テキストダウンロードを
押していただくと、CSV で吐き出されます。ですので、この CSV をですね、ご確認いただくことが可能となっていますね。はい。そして、まあ、この、データはですね、スピーカーと、タイムスタンプ、そしてその内容が、ダウンロードできますので、まあ、これをコピー&ペーストなどして、ワードやエクセルで加工いただくと、そういったご利用も、可能でございますね。はい。では、ちょっと画面を AI 議事録に戻りまして、例えばですね、この収録したデータを、あんまりこのサーバーに残しておきたくないな、削除したいという場合はですね、こちら、議事録単位で削除ボタンを押していただくと、まあ、完全にサーバーから削除されたりですとか、まあ、ホーム画面に戻っていただいていくと、この収録した、収録データがですね、一覧できます。で、こちらの右側のこの点ですね、3つの点を押していただいて、音声をダウンロードそのまましたり、削除ボタンを押すと削除されると。ちょっと削除を押すと、いきなりこのすぐ削除されるのではなくて、一度削除された議事録は復元できません。復元できません。本当に削除しますかというのが聞かれますので、ここで確認していただいて、OK を押すと削除されると。こういった仕様になっておりますね。はい、ではですね、私が今一人でずっと話してましたので、ここでですね、ぜひ皆さんにこのゲスト参加というのをしていただきたいと思います。今ですね、収録開始ボタンを押しました。するとですね、こちらに参加リンクというのができますので、これをコピーして、例えば今、ズームでですね、皆さんから、皆様宛にですね、この参加リンクをお送りいたします。はい。今ですね、この議事録の、AI 議事録の参加リンクを皆様にチャットでお送りいたしましたので、よろしければですね、ぜひ参加いただきたく。はい。あ、皆様ありがとうございます。このリンクをクリックしていただきますと、このようなですね、メールアドレスを入力する画面がですね、出てきますね。で、ここにあなたの E メールアドレスというのを入力していただきます。するとですね、入力が完了するとゲストで参加するという、この緑色のボタンが出てきますので、これをクリックしてみてください。するとですね、ホストの許可をお待ちくださいという、このホスト側の許可の今度はフェーズになりまして、このような形でですね、ホスト側には承認のボタンが出てくると。で、ホストから承認がされますと、AI 議事録の画面が立ち上がって、このような収録に参加するというボタンが出てきますので、こちらをですね、ちょっと押してみてください。はい、皆様ありがとうございます。では、ちょっと承認ですね、どんどん押させていただきます。はい。皆さんたくさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これでですね、私の方がこの承認を押して、皆様の方で、参加するボタンを押していただくと、こちらにですね、入ってきていただけますので。では、唐木田さん、何か話してみていただいてもいいですか？滝田さんの声が。あ、はい、ありがとうございます。この、はい、こんにちは。お腹が空いてきました。はい、ありがとうございます。収録参加してますですとか。はい、皆様ありがとうございます。こういったようにですね、参加していただいた方の発言がまあ入ってくると、入力していただいたこのメールアドレスの頭文字で表示されていきますね。はい。ありがとうございました。このような形で、まあ、簡単にアカウントを持っていないゲストの方にもですね、この参加リンクから入ってきていただくことが可能となっております。ではですね、ちょっと時間の関係もありますので、これで一旦終了させていただいて、あとはですね、もう一つ、実は複数名で、収録ができる便利な方法がありまして、それがこのですね、グループ機能というものなんですね。このグループ機能は先ほどの参加リンクとは違いまして、アカウントがある方のみでグループ構成できます。で、このグループミーティングの収録のですね、いいところは、
まあ、会議別でこういったグループを作っていただいたりですとか、役員会議だったら、まあ、役員会議というグループを作って、そこに、まあ、会議に参加される方をどんどん登録していっていただくと。ただその前提はアカウント登録をしていただいて、さらにですね、グループ収録ですので、話者識別をしたいと。そういう場合はですね、正門登録を行っていただく必要があります。その正門登録を行う場合は、このアイコンをクリックしていただくと、設定という欄がありますので、この設定からですね、こちらの正門登録タブを選んでください。すると、正門登録画面になります。このグループメンバー、各メンバーにですね、アカウント登録をしていただいて、この設定画面から正門登録をしていただくと、正門登録は簡単ですね。約もう20秒ぐらいで終わります。この緑色の文字を読み上げていただいて、オルツの開発するスマートミーティングの AI 議事録を使えば、働き方改革に多大なメリットが生まれます。といったような形で読み上げていただいて、保存ボタンを押していただくと、この正門が AI 議事録の方に登録されると。これでグループ収録で正門登録していただいた方の声がですね、自動識別されるようになります。ここがちょっとポイントになってくるので、ぜひ皆さん正門登録をしていただきたいと思います。そして大事なですね、辞書機能ですね。先ほどリアルタイムで辞書をですね、登録していきましたが、これはですね、一括でこの登録した辞書をダウンロードして、でテキストからまたたくさん入力していって、まとめて追加アップロードするといったことも可能ですし、まあ、一件一件ですね、このような形で from to という形で入力していくことも可能です。で、まあ、from to 両方に入れたら完全一致、to だけに入れたら、それに似たような言葉は全部 to にしますよですとか、あとは from だけに入れて to を空欄にすると、まあ空欄としてその言葉が表示されますよ。つまりはまあ削除したような形で表示されると。いったような使い方が可能となっておりますので、こちらの辞書機能もですね、ぜひフル活用していただきたいと思います。はい。あとはですね、ちょっとこの、今回ビジネスプラン、プレミアムプランということで、チーム管理画面というのがチーム作成者にはできるんですね。このチーム管理画面からこういった IP 制限を行っていただけたり、メンバーをですね、招待したい方、どんどんこちらの画面から権限をつけながら一般化管理者かですね、追加していただくことができたり、あとはアナリティクス機能でご利用状況をですね、もう一覧でこのような形で、メンバー単位でご確認いただけたり、全体のご利用状況をご確認いただけたりしますね。はい。あとはお支払い情報もですね、このような画面から請求書をすぐにチェックしていただくと。こういったことが可能となっております。ではですね、こちらの方でデモンストレーションの方、一旦終了とさせていただきたいと思います。そしてですね、ぜひ皆様に本日は、ご紹介してさせていただきたいのが、この AI 議事録ですね、サポートページがございまして、こちらのサポートページというのが、はい、ご覧いただくと、使い方がですね、これさえ見ておけばすぐに分かるというようなのがこちらのページになります。例えば5分で分かる AI 議事録の使い方、これを見ていただくと、このような使い方の動画があったりですとか、新規登録、サインアップの仕方ですね、こういったものも一からですね、丁寧に解説をしておりますので、もし何か分からないなという場合は、ぜひこのサポートページをですね、活用してみてください。はい。あとは、もしお見積もりですね、取りたいなという場合は、こちらのですね、資料とお見積もりの画面から、簡単にこのお見積もりを取っていただけます。お名前やメールアドレス、会社名入力していただいて、こっちからですね、こちらからご検討のプランでビジネスまたはプレミアムを選択して、ご利用開始予定日ですとか人数、そして更新設定で月額か、まあ、年額の一括払いかというのをご選択いただけますので、こちらを選択して、送信すると見積書やですね、資料の方を請求いただけますので、ぜひこちらもですね、ご活用いただきたいと思います。はい。それではですね、本日はどうもありがとうございました。この後はですね、
今 AI 議事録を実際にご利用いただいているユーザー様のお声ということで GX 様の方にご紹介いただきたいと思います。それでは加藤さんお願いします。はい、富澤さんありがとうございました。それでは富澤よりご案内ありました通り、続いては株式会社 GX 様にですね、実際の AI 議事録の使用事例だったりとか、あとは使用いただいた際の、実際のユーザーさんの感想などをご紹介いただければと思います。それでは株式会社 GX の唐木田様、よろしくお願いいたします。はい、加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。私、株式会社 GX の唐木田と申します。私ども、GX なんですが、今年の7月より、主に法人のユーザー様向けに、いろいろと AI 議事録をご紹介してまいりました。本日のウェビナーでは、実際にご導入いただいた、実際の、生の声というのを、皆様に、ご紹介していきたいと思っております。でまずは、最初にご紹介したい方は なんですけども、都内で、弁護士事務所にお勤めの、弁護士の先生になります。先ほど富澤さんの方からお話ありましたけども AI 議事録では、業種別の、音声認識エンジンというのが、いろいろと用意されています。もちろん弁護士の先生方向けに法律エンジンというのも用意されていて非常に弁護士の先生からもご好評をいただいております。そんな弁護士の先生が実際に現場でどのようにこの AI 議事録というのを使っているのかというのをご紹介していきたいと思います。本日スケジュールの都合でこちらのウェビナーの方には直接参加することができなかったのですが先日我々の方で先生の事務所にお伺いして取材の方をしてきましたのでそちらの VTR というのをまずはご覧いただこうと思います。はい、東京の小林湯桁法律事務所で弁護士をしております湯桁博と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。そうですね、議事録って言いますと、我々弁護士にとっては、一つの商品になるわけですね。でやはり商品ですからこれに時間とですね労力をかけて作るというのは当然のことでありますが他方、その議事録作成にですね節約できるということになればそれ時間と労力を他のことに回せますのでそれがもし実現できるのであればとても素晴らしいシステムではないかなとこんなふうに考えました。そうですね、私どもの事務所は比較的ですね裁判が多いんですね。で裁判の各期日が終わりますとこれ期日報告書というものを作ってですねこれをお客様にお渡しするんですけどもこれ裁判はですね実は録音できないもんでこれそうすると実際の裁判で若手が作ったメモとかもう自分の記憶のもとにこれ期日報告書を作るわけですけども、これに相当な時間を割かれます。そうしますと録音可能な通常の会議においてはですねこれはできるだけ時間を節約したいなとこういうふうに思うわけですね。そうすると録音可能な会議にこのフル活用できる議事録のこのアプリっていうのは素晴らしいなというふうに考えました。そうですね、これ、私自身はもう経営者パートナーですので自分でその一から作るということはないんですが、若手の弁護士たちがこれを毎日のようにやってますんでその時間というのは膨大ですね。さっき申し上げたように、裁判にも出て裁判の記述報告書も作ってで会議をやってその会議の議事録を作るということですからもうこれはもう一晩かかっても終わらないようなこともざらにあるんじゃないでしょうか。そうですね、録音する会議においては、録音したものはですね、まず事務局の人たちがですね、ベタ打ちしてでそれを弁護士がチェックして、完成に作り上げるということでしたので、その彼女たちのまずその仕事のですね量というのは減ったと。でさらにその内容の正確性についても通常のね IC で録音したものを書き起こすよりかは非常に正確性が担保されてますので、実感としては半分ぐらいになったかなというふうに思ってます。
正直なところ、このご紹介いただいてですね、AI 議事録、最初はかなり疑心暗鬼なところもあったんですが、実際使ってみたところ、思ったよりもですね、正確に文字起こしができているなということに非常に驚きました。で、今お話になった、法律というエンジンなんですが、初めに、ご紹介いただいた際に聞いていましたので、当然その法律向けエンジンというのを使っています。ですので、逆に言えば他のエンジンは使ったことがないんですが、少なくともこの法律というエンジンを使った実感としましてはですね、例えば高速効果といったような専門的な用語についてもですね、きちんと認識するようになりましたので、このどんどんその進化していってですね、精度を上げていくというこのシステムについては非常に精度が高いなというふうに思っています。いえ、今のところ余裕を持って使わせていただいておりますので、十分だと思ってます。はい、そうですね、やっぱり最初にこの AI 議事録を使うときにですね、やっぱりその導入の段階で、どう使っていいのか、説明を受けたんですけれども、なかなかこう感覚的につかみにくいところがあったので、それこそその全ての動き図をですね、音声認識で動かしてくれるぐらいの、そういう便利な機能がつけばですね、より皆さんが使いやすくなるかなと思っています。とはいえ、現段階で非常にこの仕事の効率化において役に立っておりますので、さらなるご発展というのを非常に期待しております。ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。私の方で特に印象に残ったのは、弁護士の方の仕事の、中で議事録作成を作るというのが非常に作業負担が大きい、そしてこの AI 議事録を使うことで、その作業時間がおおよそ半分になったみたいなことをおっしゃっていただいたのが非常に印象的でありました。続いて、実際に、ご導入いただいているユーザーの方をご紹介していきたいと思います。次に、ご紹介するユーザーの方は、映像制作の仕事をしている方になります。映像制作と、AI 議事録が、どのように相性がいいのかというのを、ご紹介していけたらなと思っております。では、ちくさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ちくさん、まずは自己紹介からお願いしてよろしいですか。はい、東京都内でですね、企業さんを中心としてプロモーション映像などの制作を携わっています。はい、AI 議事録を導入されたのはいつ頃からですか。先月8月からですので、使い始めて1ヶ月ぐらい。ではまだ1ヶ月ぐらいという形ですね。で、導入されたきっかけみたいなものを何かお話しいただけますか。はい、導入したきっかけっていうのは、同じ業種の仲間にですね、仕事の相談したときに、便利だから使ってみたらっていう話を聞いて導入しました。なるほど。ご友人の方にご相談をしたということなんですが、何かその時、お仕事の方で、困っていたみたいなことがあったということですかね。そうですね、その時の仕事っていうのが、はい、1人当たり30分ぐらいのインタビューを、10人ぐらい行ってですね、そのインタビューを5分程度の映像としてまとめるっていう仕事だったんですね。はい、ただこのような編集作業をする場合には、私の場合、一度そのインタビュー内容を耳で聞いて、ワードなどに文字起こしをして、そのテキストを見ながら、この部分を使おうとか、ここはいらないみたいに、コメントを整理してから最終的な映像にしていくんですね。ただこのテキスト化っていう作業が結構な時間と労力が必要で、はいはい、30分のインタビューを10人ともなると、それだけでも少なくとも 2,3 日はかかってしまうんじゃないかっていうところでした、ね、なるほど。そんなご相談をしたときに AI 議事録をご紹介いただいたということですね。そうですね、で、その収録したインタビューの音声データっていうのをインポートして、テキスト化してみたんですけど、もちろん自動でテキスト化してくれますし、やっぱり一番文字起こしする時間と労力っていうのが一番大変削減できたっていうのは嬉しかったですね。なるほど。その時間と労力が削減できたというのが非常に大切なところだと思うんですが、もう少しそこの部分具体的にお話しいただいてもいいですかね。そうですね、私フリーランスで映像制作の方を行っておりますので、こういった手間のかかる作業っていうことが発生した場合には、外注したりすることもあるんですね。そういう時にこれを使うと、外注しなくてもいいですし、コスト面っていうメリット、
まあ、プラス、文字起こしする時間が削減された分に、まあ、別の作業が並行してできたりっていうのを重宝しておりますし、またまたダウンロードしたテキストからですね、コピー&ペーストして、まあ、テロップ原稿とかっていうのを作れるっていうのは大変助かってますね。もう一人がなんか自分でアシスタントができたみたいな感じですかね。なるほど、なるほど。そうですね、フリーランスの方には非常にありがたいのかなと思います。ただ実際にその文字起こしの精度、音声認識の精度というのが重要になってくるかと思うんですが、そのあたり使ってみていかがでしたか？医療関係の難しい単語も認識されていたので、使い勝手はいいと思います。はいはい。で、また間違っていたとしても、まあ、修正していくことで学習してくれますし、まあ、同じ誤認識をしなくなったというのはすごいなというのは思いましたね。まあ、ただ、やっぱり環境によっては誤認識があったというのは事実ですね。それはその音声を収録した環境に依存するということですかね。そうだと思います。その時はやっぱIC レコーダーで録音していましたので、うん、やはり喋る方の声が小さかったりですとか、まあ、周囲が少し賑やかな場所での収録であったりすると認識されないことがあるのかなっていうのを感じましたね。なるほど、はいはい。で、はい、どうぞ。ごめんなさい。IC レコーダーでも問題なく AI 議事録っていうのは使用できると思うんですけれども、私の場合ですと、インタビューを行うときにはピンマイクなどを使用して、まあ、対象者の声を収録していますので、そのマイクの音声を使用して AI 議事録で変換すれば、まあ、ほぼ 100% に近い精度で文字起こしができたと思います。なるほど。ピンマイクや何かを使ったっていうのは、すごいなと思うんですが、やはり、何でしょう、私どももこの AI 議事録を使っていて、パソコンのマイクで拾うよりも、こんな簡単なヘッドセットだとかそういうのを使うと、飛躍的に音声認識の精度が上がるということがあるので、私も今お話聞いて納得しました。他にも何か、お気に入りの機能とか何かあったりしますか？そうですね、先日60分以上のインタビューといいますか、ヒアリングみたいな現場がありまして、はい、まあ、その時の内容も AI 議事録で文字起こしをしたんですけど、はい、インタビューの探したい部分っていうのがテキストで視覚的に探せるので、まあ、圧倒的に便利ですし、まあ、その部分をクリックすると同時に音声が聞けるっていうところで、まあ、映像を見ながら探すより圧倒的便利で役立ってますね。なるほど、なるほど。使い始めて1ヶ月とは思えないほど、使いこなしていてびっくりしました。ちくさん、今日はありがとうございました。引き続き AI 議事録の方、どんどん使ってみてください。ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、映像制作のお仕事をしている方のお話でした。いろいろ私どもこの AI 議事録を紹介していて、その音声認識の精度みたいなことをご質問受けることがあるんですが、やはりうまくいかないという方の多くが、収録している環境に、依存しているとか、時々あります。そういったことをしていただくことを、ぜひ我々でご推奨していきたいなと思っております。はい、続いてですが、3人目のご紹介をしたいと思います。次の方は、AI 議事録の翻訳機能というのを上手に使っている方だとお伺いしております。AI 議事録は、世界35カ国語に、対応していて、その翻訳機能というのをいかに、使っているのかというのをご紹介していきたいと思います。それでは矢崎さん、どうぞ。よろしくお願いします。聞こえますか？はい、聞こえます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では簡単に、はい、お名前とご職業。はい、矢崎と申します。はい、矢崎さん聞こえてますか？はい、あ、はい、すみません、ちょっと音声が途切れ途切れですが、はい、矢崎と申します。今現在サラリーマンをしております。こちらの問題かもしれないですね。はい、もしもし、
聞こえてますでしょうか。あ、すいません、唐木田さん落ちちゃいましたかね。そうですね、唐木田さん落ちちゃいましたね、はい、すいません、矢崎さんは、はい、いえいえ、はい、多分戻ってこられると思うんですが、今戻って、すいません、失礼いたしました、はい、入ってますでしょうか。はい、すいません、すいません、ちょっと今電波が悪くて申し訳ないです。あ、いえいえ、聞こえてますか今。はい、音声は聞こえております。うわ、なんだ、うん、映像が唐木田さんが映ってないですね。僕の方では映ってますね、唐木田さん。あ、本当ですか、はい、ちょっとこちらの状況がないんですが、映った映ってますね、はい、大丈夫ですかね。あ、音声が、はい、矢崎さん聞こえますか。あ、聞こえます、大丈夫です、はい、じゃあちょっとすいません、今ちょっと映像の調子が、電波の都合で悪いかもしれないんで音声だけになってしまうかもしれないんですが、はい、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、矢崎さん、先ほどサラリーマンというところまでお伺いしたかと思うんですが、はい、もう少しお仕事のことをお伺いしてもよろしいですか。あ、はい、海外に本社があるメーカーの日本国内の本社に勤めております。なるほど、なるほど、いわゆるあの外資系の企業にお勤めということですかね。そうですね、まあ、外資系といっても会社の仲間も日本人ばかりなのであんま実感はないですね。まあ、私自身もあの英語はまあそんなに悠長っていうわけではなくて、まあ、学校で勉強したレベルに毛が生えたようなものではあります。普段仕事ではあまり英語は使うこともないですが、はい、ただ本国と会議をするときっていうのは、まあ、言葉の喋れない僕っていうのは、まあ、その場に参加することが少ないっていうのが今まででした。なるほど、どうやらそのあたりの英語力への不安みたいなところがこの AI 議事録がググッと入り込む余地があったのかなというふうに今お話を受けて思ったんですが、どうでしょうか。そうですね、まあ、うちの会社、まあ、どこも外資系みんな一緒だと思うんですけど、まあ、本国のチームと定期的にミーティングをしてまして、そのまあミーティングの結果っていうのをまあ議事録で知ることっていうのが今まではほとんどだったんです。ただ議事録決まれば、決まった議事録見れば何やればいいか分かるんですけど、そこに至るまでのプロセスでちゃんとこっちの意見とかって伝えれてたのかなっていうのはやっぱり疑問に思ったりストレスに感じたりすることっていうのは今まで多かったんです。なるほど、まあ、議事録ですから、会議が1時間あっても、議事録として読んでしまえばもうほんの 2,3 分みたいなことが、とっても多いとは思うんで、そのあたりにストレスを感じていたということですかね。そうですね、で、まあ、今年の春頃だったと思うんですけど、まあ、今更なんですけど、オンライン会議にレコーディングデータがあることを僕知って、まあ、それは、はい、会社内だったら誰でも閲覧できるんですけど、はい、そのレコーディングデータを聞くんですけど、まあ、早口だったり結構言い合ってたりすると僕のヒアリング能力でもちょっと微妙だったんですよね、理解が。はい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 、はい、なるほど、そんな時にこの AI 議事録も出会ったということですかね。そうですね、まあ、最初は議事録を AI が自動的に取ってくれるぐらいでしか考えてなかったんですけど、そこに翻訳も自動でやってくれるっていうことが分かって、うん、先ほどのレコーディングデータをちょっと放り込んでみたらどうなるかなっていうのをやってみました。なるほど、で結果どうだったんでしょうか。もう狙い通りでしたね。音声データだけを抜き取って、はいはい、それをまあインポートするだけで、まあ、ほとんどの会話っていうのが日本語に変換することができて、まあ、でプロセスとしてはまあ大部分を分かることができたっていう状況になりました。なるほど、なるほど、矢崎さんが抱えていた会議の決定までのプロセスというものが、把握することができたということですかね。そうですね、まあ、ちゃんと言うこと言ってくれてた上で決まってたんだなっていうのが分かったんで、まあ、妙な疑念とかっていうのはもう抱かずに仕事はできるようになりました。はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、ただ僕としてはまあそれを聞いたら今度は自分自身が会議に出席して英語で喋れるようになりたいなって思えたのもエア議事録さんのおかげかなと。なるほど、なるほど、はい、とっても素敵な副産物ですね。そうですね、はい、では気になる、使い勝手というか、使ってみて何か感じたことありますか。いや、もうびっくりしましたよ。
音声認識 の, 高さ、まあ、精度の高さっていうんですかね、とあと翻訳の精度、もう完璧な英語とまではいかないんでしょうけれども、まあ、どんな会話がされているのかっていうのもほぼ手に取るように分かりました。まあ、あと面白かったのは、日本人が喋ってる英語よりネイティブの方が喋ってる英語の方がきっちり音声認識精度が高かったんで、まあ、僕の先輩になりますけど、まあ、英語が上手って言われてる人もやっぱり大したことはないんだろうなっていうのが分かったのはちょっと面白かったですけどね。なるほど。ちなみに、使い方等は何か最初お困りになったとかありますか？いや、選ばなきゃいけないものが、なんて言うんでしょうね、発話言語っていうものと翻訳言語っていうものを選ばなきゃいけないんですけど、それさえ分かってれば、はい、多分誰にでも使えると思います。はい、簡単でした。なるほど、なるほど。それから、ではこれから AI 議事録がどん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 安崎さんにとって、手放せないようなツールになってきちゃいそうですね、これから。そうですね、まあ、AI 議事録さんだけではないんでしょうけれども、先ほど言ったように僕としては今一番やりたいのはこのミーティング自体にやっぱり参加したいなと思ってるんで、ヒアリングは AI 議事録さんでまず完璧にできるかなと思いますけれども、まあ、あとは最終的にはもう一回英会話とか習って自分自身が会議に出席したいなっていう気持ちにはやっぱりしっかりなりましたね。なるほど。はい、ではこれからぜひ AI 議事録を使い続けていただければなと思います。ますます矢崎さんに便利なツールになるように、どん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 サービスがアップデートされていきますと、アップデートされていくと思いますので、今後もご期待いただければなと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、いかがでしたでしょうか。すみません、途中ちょっと、電波の状況で、ご不便をおかけしたかと思います。今聞こえてますでしょうか。本日3名の方の、実際の生の声というのをご紹介していったんですが、弁護士の先生のオーソドックスないわゆる議事録を作成するという使い方から、映像制作の方、外資系企業にお勤めの方の、少し工夫した使い方みたいなのをいろいろとご紹介できたのではないかと思っております。それから、これからもう、どん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 アップデートされていくと思いますので、こんな機能が欲しいみたいなのがあったらぜひ、我々の方にもオルツさんの方にもリクエストいただけたらなと思います。以上をもちまして、株式会社 GX の、パートを終了していきたいと思います。加藤さん、お戻しします。はい、ありがとうございました。すみません、電波悪くて申し訳ありませんでした。皆さん申し訳ありませんでした。はい、すごく素敵なご登壇いただきありがとうございました。はい、最後に私の方から簡単にご案内だけさせていただいて、本日のウェビナー終了とさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日ご紹介させていただきました AI 議事録の担当者とのお打ち合わせの調整 URL ですね、こちらは今 Zoom のチャットにてお送りさせていただきました。こちらより日程のご調整をお願いいたします。お打ち合わせではですね、オルツの AI 議事録担当者より個別のユースケースに合わせたデモだったりとかをご紹介させていただければと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。こちらなんですけれども、直近の日程がすぐに埋まってしまうことが予想されますため、恐縮ですが今この場での日程調整をよろしくお願いいたします。はい、続きまして弊社ウェビナーのご案内をさせていただければと思います。明日明後日と本日ご紹介させていただきました AI 議事録サービスと弊社サービス AI コールセンターのオンラインハンズオンウェビナーを開催させていただきます。こちら Zoom のチャット欄にですね、お申し込みフォームをお送りさせていただきましたので、こちらよりお申し込みいただけますと幸いです。はい、それでは最後にアンケートのお願いです。こちらアンケートですね、Zoom のチャットにてお送りさせていただきましたので、1分ほどで回答終了いただけますので、ご回答の方よろしくお願いいたします。はい、早口でちょっと急ぎにはなってしまったんですけれども、本日のウェビナー以上となります。はい、それでは明日明後日のウェビナー皆様とお会いできることを楽しみにしております。それでは本日はどうもありがとうございました。